前回のライフイズストレンジでは暗いないからずパパが隠し事をしてるのは分かってた。何なのかは分からなかったけど、避難されるべき点はまだあります。どういうこと？今回が決定打だった。自らの黒い態度悪かったもんな。めっちゃ話し合った結果、デイビッド、ここにいる全員のために俺が一緒に住むことにしたんだ。ママが私よりデイビッドを選ぶなんて。おい、ここおもろかったな。めっちゃ学校にも家にも居場所なんてない。残すところはこのゴミ山だけか。ドリューはデイモンの役を売ってる。俺金渡してないんだ。まだ金を取ってこい。何があってもドアを開けるな。ごめんな、俺の金はどこだ。金渡さんかったからしばかれてんな。ジュリエットは来られない。あの悪魔の豪華により道が塞がれ、エアリエルは囚われてしまったのだ。やんねえからな。よう頑張ったこれ。共にこの島を出よう。出よう出よう出よう。世界を巡るのは旅の序章。私の思いに応えてくれるか。はい、町を出よう。本当にもし本気じゃないんなら、叶わない未来の話をしたって虚しくなるだけだ。どうしたら信じてくれる？いいから本当のことを言ってよ。ぶち切れたもんな。レイチェル、お前が見た女性は愛人ではない。せやねん。あれはお前の母親だ。どういうことやねん、おかんて。話そう。ただ友達には席を外してもらった方が。いやいや、欲しいの。おるよ、教えてくれ。わかった、誤解しないでほしい。うん。ローズはお前の母親だ。お前が展望台で見た女性、彼女の名はセラ。セラ、お前の生みの親だ。ほう。おお、何や。何、これから話すことはお前には決して知らせまいとしてきたことだ。うん。お前にはきっと辛い真実だ。それでも聞きたいか。聞きますよ、そんなもん。何ぼでも聞きますよ。クロイは何、クロイも人として見に行くんか、一緒に。クロエ、私がついてる、きっと大丈夫。ワイゴール聞こう。うん、来て。行きますよ。はい、動かします。せい。なんて書いてるあ、レイチェルにつき。はい、手つなぐんや。ん？見る。セラと出会ったのは高校時代だ。ほう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 。彼女は学校中みんなの憧れでね。へえ。教師もクラスメートも親父、若い、みんなセラに夢中だった。お前もな。当然男子生徒もだ。お前も夢中やってんやろ。付き合うことになった時は夢かと思ったよ。うん。だからかな、舞い上がって真実が見えていなかった。はい、何この下か。待て、下に交際って出てんな。見る。セラは生き生きとしていて、うん、とても情熱的な女性だった。ほう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 。熱いね、セラ。すぐに気づいたよ、私の手には余る相手だとね。ノリノリやん、モトン。他のみんなが将来のこと、進学や就職、家庭を築くことを考える中、セラは違った。どうなん？彼女はただ逃げ場を探していた。
へえ、何やろ。お、出産ってあんな。はい、見ます。やがてセラは身ごもり、うん、これで全てがうまくいくと思った。これがレイチェルな。うまくいっていたんだ、うん、お前が生まれた時パパは人生で最高に幸せだった。親になった喜びに溺れそうだった。ああ、そうなんや。だが甘かったよ。甘かったんか。親になったことないから分からないですね、この辺は。今転落って書いてたよ。転落転落。ちょっと見てみようか。セラはお前を愛していた、うん、それでも彼女はどこかで逃げ場をずっと求めていた。なんでや、ある中か。なんでやろう。う、注射器ポンチューかこいつ。私はセラの力になろうと努力した。根はいい人間なんだと信じようとした。いいやつじゃなかったんやろ。そう、母親が我が子を危険にさらすことなど絶対にあるはずがないと。やめときや、薬は。ほんまにあかんで。だが間違っていた。そしてようやく気づいたんだ。いや、気づかないふりをすることをやめた。セラは周りを傷つける。うん、誰も何も彼女を満たすことはできない。たとえ自分の娘でさえも。もうどうすればいいのかわからなかった。わからんかったんや。だから決断したんだ。二度とセラがお前を傷つけないように。うん、はい。待って、再会って出てんな。再会、あのキスしちゃった時か。待って、見る。はい、レイチェル、お前が展望台で見た通り、うん、確かにパパはセラとキスをした。だが一つだけ誤解している。なんや。あれは別れを告げていたんだ。そうなんや。彼女はようやく更生できたと言った。それはパパにとっても喜ばしいことだよ。何年かかっとんねんお前子。本当にね。レイちゃん何歳やねん。突然母親に戻りたいと言われてもとても承諾できない。その通りや。彼女のせいでたくさんの人が傷つき苦しんだんだ、うん、だからパパはこう伝えた。今さら虫が良すぎると。世界一幸せな母親になれたのにセラは自ら台無しにした。こいつまだ薬やっとるやないか。多分フランクと出入りしとったもんな。面と向かって告げるのは胸が痛んだよ。だがお前を守るためならパパは喜んで悪者になる。何度でもな。お、見終わったかな。こういうこっちゃ。おお。じゃあセラとは昨日まで15年間連絡取ってなかったの。いや、毎月金を送っている。薬代に消えとんねん。それシャブの。お前に会わない約束でな。でも会いたくなったってこと。ああ、だが許可はできない。なんで。決めるのはレイチェル。なあ、これ難しいな。まあけど生みの親やしね。ああ、それを決めんのはレイチェルじゃないのか。いや、難しいな。セラと別れ、お前を引き取ったのはお前の命が危なかったからだ。お前を守るためなら私は何でもする。昔の話でしょ。
人は変われるよ。いや変わってないやつもおるぞ。かもしれない。変わってないやつもおるけどな。だがセラは15年間お前より金を選んできたんだ。うん。レイチェル。レイチェル。ちょっと横になる。ごめんなレイチェル。まっすぐ歩けよ。元気出せよ。元気も出えへんか。で、わいは何をしたらいいの。おお、そうメールですわ。レイチェルを一人にさせるわけにはいかない。そうやな。ちょっとメール見てみようか。何やこれ。本当おいでよ。レイチェルも連れてきて。ごめんみんなって。はい、わけわかりませんね。おとーん。いろいろと大変っすね。さっきはごめんな。おじさん。喧嘩売って。これでよかったんだ。私が最も恐れているのは、レイチェルがセラに会おうとすることだ。だから隠してたの。君はセラを知らないからわからないだろうがね。うん。依存症のせいで彼女はいろいろとひどいことをしてきたんだ。うん。レイチェルまで被害に遭うことはない。うん。レイチェルは決めるべき。セラが何をする。ああ、こっち聞いてみようか。別に会うぐらい。セラがレイチェルに何するって言うんすか。恋に危害を加えることはないだろう、うん、でも依存症の人間は周りを傷つけてしまうことがあるんだ。でもレイチェルはもう子供じゃない。セラは家に犯罪者や売人を連れ込んでいたんだ。フランク持ったかもわからんな。悪臭を断ち切れず、結果レイチェルを危険にさらした。あかんな。セラはこの町の売人ともつながってると思う。だとしても驚きはしない。そういう人間だからな。クロエ、今レイチェルが信じるのは君の言葉だけだ。あ、言う。あんたの言うことを聞くように洗脳しろってこと。君には自分が正しいと思うことをしてもらいたい。でもどうかあの子の安全を第一に考えてくれ。はい。心配いらない。嘘やめたら。もう親父責めたんのかわいそうやな。それなら心配いらない。君ならわかるはずだ。大切な人を失う痛み。うん。あの子を守ってやってくれ。頼む。わかった。レイチェルは親友だから。いい言葉やね。頼むよ。親友ってね、ほんまに。せっかくやろ、おかんと話しようか。おかん、育てのおかんやね、こっちは。おかん、ローズさんよ。大丈夫ですか。大丈夫ですか。もう敬語はいいわよ、こんな状況だし。じゃあそうする。手伝えることある。今日はごめんなさい。ちょ、謝るか。ごめんな。今日はなんかごめんなさい。ごめんやで。いろいろ。いいえ、いいのよ。あなたがいてくれて本当によかったわ。お、ええこと言うやん。なんで。私もそう思う。あなたは自分で言うな。もっと辛い経験をしてきたから、レイチェルのそばにいてくれてありがとう。あなたは大丈夫。ああ、私大丈夫。あなたたちの世代は口癖のように気まずいって言うじゃない。これ以上気まずい状況なんてないでしょ。大丈夫じゃないかも。レイチェルの方が大変。まあレイチェルやね。平気。大変なのはレイチェルだよ。ええ、取り乱して当然だわ。レイチェルは知らない方が良かったのかもしれない。そういうこともあるからな、生きとったら。私が真実を隠していたことも。ジェームズ親父やね。セラは金を選んだ。あ、こっちで行こうか。セラも娘より金を選ぶなんて最悪のやつ。私はセラがそうしてくれて本当に良かった。
そのおかげで私はレイチェルの母親になれた、うん、我が子同然にそれ以上に愛情を注いで育てることができたの。素晴らしい。でも今さら本当のことを知らされたらレイチェルが傷つくのは当たり前だ。ジェームズが隠し通せなかったことは本当に残念。いやいや、残念ってそれだけ？セラとキスしてたのに。確かにそうやな。あなたにはわからないでしょうけど、キスはしやんでいいよな。別に心配はしてないし、責める気にはならないわ。13年間も一緒にいるとね。はあ、わかりたくもないけど私とジェームズのことは気にしないでいいのよ。はいよ。あなたはレイチェルのそばにいてあげて。セラはヤバい人だと思う？わからない。私は会ったことがないから。でやばいやつやろ。そういうことは信じてるわ。あの人は生涯市民の安全を守ってきたの。そんな父親を持ててレイチェルは幸せよ。わかった。ありがとうね、クロエ。はい、こっちのおかんとも話すことできたから上上がったらいいかな。おるか、レイチェル。上の階に行きますよ。何？音楽聴いてんの？お、なんかいい部屋やな。なんか壁の色がいいやん。レイチェル、どこにおんねん。どこに、あ、寝てるんや。起きろお前。はい、エピソード3、空っぽの地獄。起きろお前。レイチェルを元気づけるにはどうすればいい？元気づけるためにはどうすればいい？やるべきことを確認。はい、なんて書いてる？レイチェルを慰める。はい、イエスさ、はい、ライト、ライト、お、ライトオンにする。あ、こういうのやっていくんか。まあ、これじゃちょっとパワー不足だな。パワー不足？待てよ。パワー不足っていうことはパワーある、なんか見つけなかったんじゃん。あの星のライトをもっと明るくできないかな。待て、これ見るよね。ちょっと明るく、なんかあるやろ、なんかあるやろ、多分。取っておく。いい思い出は残さなきゃ。待てよ、なんかあるよね。これ使うとかそんなんじゃなしに見るとかじゃ。非常用キットって何？お、開ける、開ける。え、な、な、な、ちょ、出てけへん、出てけへん。開ける。お、何？待て待て、取る。おお、子供の頃やったなぁ、これ。部屋真っ暗にしてね。やったやったやった。はい、メールですわ。おかーん、無視してごめんな、ほんまにずっと。お、送信してる。ママ、今は無理。お願いだよって。ごめんな、おかん。はい、このライト。ライト、これさっきつけて、あ、懐中電灯だな。どうなるんですか？ん？何？そんなうまくはまるか？プラネタリウム完成。レイチェルに見てもらおう。レイチェルに見てもらおう。待て、ああ、これも。待て、レイチェルどこ行ったらいいんかな？待って、これは無理やね。これは何？まあ、なんか出てんな。地図、落書き、落書き。世界はそんな悪い場所じゃない。
レイチェルが言ったこと、私が言ったこと、はい、ステージでレイチェルが言ったのは確か、なんて言うとか知らんけどさ、はい、全然読まれへんやん。ちょっと待って、もう、レイチェル星を見せる、あ、言う、どうなるんやろ。レイチェル、これで起きんか、ね、靴履いてるし、こいつらこれ見て、泣いてる、いいなあ、部屋こんなんできたら。すごい、綺麗、気に入ってくれた、星好きなの。そうなんや。へえ、綺麗なものはそこら中に溢れてるのに、なんでみんな気づかないんだろう。みんな目の前のものに目がくらんでるから。そういうこと。ある日知ったの。今見えてる星はもう死んでるんだって。そうなん？何百万年も前に全部まやかしなんだよ。酔ってんのかお前。綺麗なものは綺麗、これはまやかしじゃない、はい、でもこれはまやかしじゃないから。うん、元気出せよレイチェル。全部嘘、私の人生全部、パパもママもショック受けてんな。もうママって呼べない。いや呼んだれ。あの女の人、私を産んだ、それこそ嘘であってほしい。私誰を信じたらいいの。なあ、ショック受けてんな、めっちゃ。もう信じられるのはクロエしかいない。嬉しい、どうだろう、嬉しい、嬉しい。消去法で残っちゃっただけでもね。うん、抱き合うなよお前ら。このブレスレット、気づいたら腕にはめてたの。ずっと特に不思議にも思わなかった。でも多分どこかで分かってたんだね、そんな気がするの。私にはママがいないんだって。返すよ。返すんや。いいの、私もクロエに持っててほしい。はい、出るって言ってたね。あの人は私に会うためにこの町に来た。セラやね。だったら私も会いたい。おお、会いたいんや。ダメなのかな。いや、いいやろ別に。ダメじゃない、わかんない。ダメじゃないよ。でも今どこにいるかわかんないし。フランクに聞けよ、フランクに、うん、そうだね。でも秘密兵器があるから。秘密兵器、でもどうやって探す。パパには聞けないし、手がかりも何もないよ。任せて、手がかりになるかも。うん、これはどっちも一緒やね。うん、任せて。本気？うん、本気や。わかった、任せる。
だけど居場所が分かったとしても、うん、車がないとまさかうちの親には頼めないし。黒やったらパクるやろ車ぐらい。それならなんとかトラックを修理する。いいね。それも廃品置き場のトラックを修理すれば大丈夫だと思う。治る？まあやってみるよ。わかった。でも本当に会えたとしても何話せばいい？何言えばいいの？会えばわかる。なんとかなる。いや会えばわかるね、うん、パパが死んだ後もうパパに話せなくなるんじゃないかと思った。だけどいざ会うとちゃんと話せるんだ。いざ会うと？夢にね、出てくるんだ。すごいリアルで起きてる時と見分けがつかないぐらい。これさえあれば他はどうでもよかった。誰にも話したことなかったんだけど、変かな。あ、どうした？ごめん、私間違ってたかも。ん？星が死んでたっていい。ほう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 。ちゃんと見えてる限り私たちにとっては。こいつら怪しいな。大丈夫かお前ら、ほんまに。でしょ。ああ。